ああ、海が恋しいな。でも今はぐっと我慢する時です。こんにちは、キリンです。ということでね、今回もご覧いただきありがとうございます。いやー、ゴールデンウィークがね、大型連休が今年もやってきます。まあ残念ながらね、今年は国の要請もあり、みんなでね今一丸となって、外出を自粛しているところですので、まあ多くの方々がね、旅行キャンセル、ダイビングキャンセルされた方も多いと思います。じゃあゴールデンウィークどうするのと思ってるあなたに、今回はねちょっとねワクワクするような企画がまた連絡いただいたので、ちょっと今回ご紹介させていただければと思います。で、今回も、まあ、前回に引き続きね、オーシャナライブの方に出演させていただくことになりました。で、前回にねご参加いただいた多くの皆さん、前回はね八丈島だったんですけど、本当に多くの方々に参加していただいて本当に嬉しかったですし、僕自身もすごい楽しかったです。もうなんかねワクワクしながら、やべもう1時間かみたいな感じで、現地の八丈島の小金沢さんと一緒に、まあ、対談形式みたいな感じでちょっとお話しさせていただきました。で、今回はゴールデンウィークプログラムがこの間大社名さんの方で発表になって、また多くの写真家さんなどがいろんなね企画を考えられていまして、オンラインによる、まあ、Zoom ですね、 Zoom によるオンライン有料トークショーがあるということで、今回もね、さまざまなジャンルがあります。まあなんかいろいろ撮影術とかのお話をされる方もいれば、オンライン写真展をやられる方もいれば、まあ旅のね様子のお話などをされる方もいらっしゃいます。で、今回私もまた参加させていただくということで、今回はオーストラリアケアンズへワーホリデゴーというタイトルで、まあオーストラリアケアンズのお話をちょっとさせていただこうと思います。僕がねもともとオーストラリアケアンズで、6年前ですかね、にワーキングホリデーで、2年間行きました。で、その時にケアンズでお世話になった、まあ、僕がね勤めていた先のマネージャーでボスでもある石川照彦さん、まあ、僕テルさんって呼んでるんですけど、テルさんをケアンズから中継で招いて、今回、お話ししていきたいと思います。で、今回メインはまあ、ワーホリのねワーキングホリデーの、まあ、体験談をちょっとお話しさせていただければと思います。実際にね僕が向こうに行って経験したこと、ワーホリってどういう感じなのか、じゃあ給料とか、あとはいくら握りしめていけばいいのかとか、まあ、そういうね、ちょっとなかなかネットに載っていないような、まあ僕がね実体験したお話を含めながら、まあ、ケアンズね、グレートバリアリーフの玄関口と言われていますけれども、そのケアンズの海の魅力っていうのをお話しして、最後に、オーストラリア一周、僕ね、ワーキングホリデーの最後の3ヶ月を使ってオーストラリアをね車と一眼レフ片手に、一周しました。海岸沿い全部一周しました。なので、そちらのお話をね、ちらっとさせていただければなと思っております。なので1時間のトークショーになりますので、まあ、ちょっとね、話題がいくつかあるのでちょっとギュッとねいいところだけお話をして、まあ、ケアンズのテルさんと一緒にちょっと楽しんで、お話できればなと思っております。今回はですね5月4日の7時から夜7時から1時間になりますので、ぜひぜひね皆さん、ワーキングホリデーにまずはね興味がある方などにはぜひね、おすすめだと思います。で、今回なんとまたねオーシャナライブの方で、まあ、初めての試みということで、まあ、通常ね通常料金は2000円なんですけど、今回は、まあ、ワーキングホリデーということで、まあ、ワーキングホリデーは今30歳まで、しか行けないので、10代と20代の方はなんと500円で参加できるという、特別価格にて、行っていきたいと思います。
で、一応サイトの方にね、まあ、このまた概要欄のところにリンク貼っておくんですけど、まあ申し込みはねそちらからしていただいて、10代から20代の方がいらっしゃれば実際にねそっちのページから、まあ、2個今回は窓口があります。通常の窓口とあとは10代20代の割引の窓口がありますので、10代20代の方はぜひね割引のページの方から入っていただいて生年月日を入力していただいて申し込んでいただければと思います。でもちろんね通常の方もまあいろいろね情報満載で、まあ僕が、まあ、どういうね生き方をケアンズでしていたのか、あとは実際ねダイビング船でダイビングインストラクターという仕事っていうのはどういうものだったのか、僕が実体験したお話などをしていきながら、もちろんねケアンズの2019年の11月かな11月のプロモーションビデオの撮影の時に、また行ったんですけど、その時に撮影した写真が多くいっぱいありまして、まだ未公開の写真も多くありますので、まあ、そちらのね未公開の写真を発表していきながらケアンズの海の魅力も話していって、で最後にオーストラリア一周の話をしていきたいと思いますので、もちろんね通常の方もぜひぜひご参加お待ちしております。ということで皆さん5月の4日の月曜日7時から心よりお待ちしておりますので、またオンラインでお会いしましょう。